立憲民主党の話なんですが、要するに立憲民主党は、脱皮問題で、自民党が特定のツイッターみたいなところにお金を出して自分たちをの有利なように報道を左右してるんじゃないかっていう疑惑があるという、自民党関係者がですね、そういう話をこれはこれまでしてたんですが、今度は立憲民主党もそういうことをやってたんじゃないのっていう話が出てきて、これですね、チューズライフプロジェクトっていうところで、なんか巨大ブーメランだなんていう人もいるんですが、この辺はどう見られていますか？あのブーメランっていう言い方はですね、私はちょっとあの違う与党側に都合のいい印象操作だと思いますね、はい、あの極めて、悪質なですね脱皮の方はですね、はい、攻撃をして相手を貶めるための、はい、印象操作を、うん、継続的にやってきた、うん、違法性もですね悪質性も非常に高いものだと思います、うん、で民主党の方はですね、うん、それをあのインターネット業者へお金を流していたことを隠していたという意味ではですね、はい、これはあの、はい、良くないことでありますけれども、はい、もう犯罪性という意味ではですね、まあ、防御的な、印象操作に対する対抗という意味ではですね、うん、違いがあると私は思っています、うんうん、ただしその隠れてお金を渡すと、いうことについては良くない明らかに良くない、倫理的にですね、許されないことではあると思っています。どうして立憲民主党こういうことをやっちゃったんですかね。やっぱりそのいろいろなですね、はい、攻撃、情報操作が非常に与党政府うまかったんですね、はい、そのためにやられてきましたから、うん、まあ、それに対する防御をしようと、うん、逆にあの脱皮のようなことがですね、ネトウヨと言われる人たちを中心にですね、あるいは、そのこういう操作の上手な人たちですね、うん、によって行われてきた、その究極がですね、私はあの統計操作だと思うんですけどね、うん、統計操作も何のためにやってるのかって、これは印象を良くするんです、うん、安倍内閣が世の中を良くした、その前の民主党政権が悪かったんだということを印象付けるために、うん、統計をいろいろいじくってきたわけですね、うん、それと それによってそれはまんまとはまったわけですね、うん、そして安倍さん自身は早くからですね、印象操作という言葉がないうちからですね、うん、野党議員が国会で質問しているやり方は印象操作だということをたびたび繰り返して攻撃してきました。自分が印象操作ということを意識しているから、うん、印象操作ということを言い出したんだと私は思っています、うん、そういうことに対する対抗手段を持たなすぎた、うん、なんとか持たなきゃいけないということで今回のようなことをやったんですが、それは調べてみてもですね、内容に、渡るようなやり方、つまり、自民党を攻撃するための依頼をしたというようなことは何もなかったというふうに言ってますから、うん、まあ、そこはちょっと違うんだと。そもそもね、これはいけないことなんですけど、はい、例えば立憲民主党が脱皮に対抗するために脱皮を叩いてくれって言ってお金出したんならまだ話は分からないでもないんだけど、ただ、まあ、それはいけないことなんですけど、でもお金出すだけだったら完全な無駄金じゃないかって気もするんですけど、なんでそんなお金。例えば自民党や政府っていうのはですね、広報予算いっぱい出してるわけですよ、うん、その民主党は政権取った時広報予算をですね、うん、極端に絞っちゃったんです、うん、でそれが今響いてきてるわけですから、うん、なんとかそういう勢力にですね、うん、対抗するような、うん、マスコミっていうかですね、うん、報道関係者を持ちたいと思っていることは事実だと思うんですね、うんうん、でも金出しちゃダメですよね、なしかも内密にね、はい、いや内密がいけないんだと思います。内密がいけないですよね、はい。